皆さんこんにちは、てつふりです。ここは JR 京都駅になります。 JR 京都駅は新幹線や奈良線、また嵯峨野山線などの乗り換えはすることができますが、今回は東海道本線に湖西線のホームへやってきました。今回ご紹介するのは湖西線を乗っていきたいと思います。まあ、湖西線に乗っていくといってもですね、いろいろ、どこまで行くかというのはあるんですけど、湖西線の一番、東海道本線と分かれて北陸本線かに繋がるのが大見小津駅というところなので、この大見小津駅までね、この新快速電車に乗っていきたいと思います。ちなみに湖西線の路線図法は B です。ではこれに乗車していきましょう。ということで湖西線に乗っていきたいと思いますが、ここ京都駅からスタートです。京都から山科までの間は湖西線というより東海道本線と、そのままずっと並走していく形になりますので、景色は変わりませんが、京都から乗っていきたいと思います。奥に見えているのは、日本、世界かな、日本で一番大きい長い、ホームと呼ばれています。関空特急はるか号などが、やってくる、嵯峨野山陰線方面のホームの場所、確か30番線でしたっけと、奥に見える0番線、これで全長が500メートルほどあるそうです。まあ 0.5 キロ、1キロはないけど 0.5 キロあると思ったらすごい長さですよね。今回乗車したのは新快速電車の、敦賀行きですね。湖西線経由の敦賀行きです。この電車は、新快速なんですけども、途中片田とかには、主要駅しか止まりませんが、大見松より向こうの方になると全ての各駅に停車する、そういった形になります。京都駅を出ていろいろなポイントを渡りますが、ここからは見えませんが、進行方向反対側には奈良線との分岐などがあります。少し最初さっきね、京都タワーなんかも見えたと思いますが、山科までは左側を主に見ていきたいなと思います。ということで車内音声が流れますが、順番に停車駅などを、皆さんにご紹介したいなと思います。京都を出ると次は山科、これは東海道本線と共通です。東海道本線は湖西線より北陸方面に少し遅く着くことになります。前原を経由するためですね。一方湖の西側を通る湖西線は、通常より早く北陸方面にアクセスすることができるため、こちらのは、本当にね、優秀な線路だと思います。そしてほぼ全線のうち、かなりのところが高架区間になっていまして、最大時速130キロを出すことができる区間が多く存在します。現在新快速に乗っていますが、京都を出ると山科、次の駅ですね、そしてまたトンネルを通りまして大津峡、唐崎、比叡山、坂本と止まっていきますが、唐崎は止まりませんね。大津峡、比叡山、坂本、片田、そこからですね、しばらく飛ばしまして、大見舞子、北小松、大見高島、阿戸川、新朝日、大見松から先各駅に停まります。大見松から大見小津というのはまっすぐなんですけどね、だいたいサンダーバード、北陸方面、金沢方面に行くサンダーバード号は、この湖西線を利用します。しかしですね、湖西線のダメなところといいましては、最高速度130キロまで飛ばせるのが、すごいところなんですけども、高架区間でしかも湖のそばを走るため、やっぱり、隣が山で隣が湖となると、すごい風が吹くわけです。この風にはね、あまり対応できずに、台風などが来ると強風の影響で、東海道本線、北陸本線を経由、米原を経由したサンダーバード号が運転されることがあります。そしてトンネルを抜けてもう間もなく止まる駅は山科駅です。この山科までは京都府になります。山科を出ると今度は滋賀県に入ります。大津、大津峡はともに大津市、この辺りはまだ京都府になります。この山科を出た後も、また大きなね、トンネルを抜けるんですけど、このトンネルもまたまた滋賀県との県境にもなってきます。まもなく山科に停車します。京阪電鉄京阪山科駅と、地下鉄の東西線、京都市営地下鉄ですねの東西線の烏丸御池方面、それから、どこだっけ、天神川の方に行くやつですね、こちらも乗り換えになります。また六地蔵方面も乗り換え、京阪京神線とこの地下鉄が乗り入れています。ここから御御陵駅か、そして山科駅に到着。山科は湖西線とそれから東海道線との分岐駅にもなります。ここから先東方面は琵琶湖線、
東海道本線と御成線に分かれます。ちなみに東海道本線を経由する敦賀までの区間、こちらは、新快速では A と表記されますが、御成線を通るものでは B 新快速という表記になります。ですから B か A かで御成線か、東海道本線か琵琶湖の東側西側どちらを通るかが分かるということです。そして山科駅を発車、右側には東海道本線が見えています。今この電車は左側にポイントで、転線しまして、この右側に走っている線路が東海道本線の福福線、ここから湖西線は福線になります。福線でも十分な輸送力が得られるからでしょうか。次は大津京駅に停まります。右側に見えている線路、こちらが東海道線の方に行くものなんですけども、東海道線は草津までが日本最長の空腹線と言われていますが、草津までがこの空腹線は続きます。草津からは北西線同様に空腹線になるわけです。西は西明石駅、東は草津駅と日本最長の空腹線とお別れしまして、空腹線区間に入ります。ちょうど右側奥に見えているのが225系電車、こちらも下りの新快速電車です。こちらは次は山科そして京都に止まるでしょう。下に琵琶湖線を流れまして、この電車をまもなく左進行方向左側にねカーブを振りまして、湖西線として山の中を突っ切っていくことになります。次は大津京駅に止まります。大津京駅はですね、京阪電鉄の石山坂本線とのお乗り換えができます。しばらく通過しまして、まもなく止まる駅は比叡山坂本駅です。ちなみに大津京駅も止まりましたが、その時は、トンネルの中であったので、あまり撮影はしていませんでした。ところどころですね飛ばしていくので、そちらはご了承ください。比叡山坂本は少し離れていますが、坂本比叡山口という京阪電鉄の駅も少し西側ですねにあることになります。ここから先はもう完全に湖の西側です。少し奥に見えるのが琵琶湖では南湖と呼ばれる場所、琵琶湖はね南湖と北湖に分かれています。北の湖南の湖と書いて分かれているんですけども、だいたいこの もう少し片田のあたりにあるですね琵琶湖大橋を境に、北側は北湖、南側は南湖と呼ばれています。日本最大の湖を横目に走っていきますが、まだ住宅街なので奥に見える湖は少ししか見えません。このように比叡山坂本駅を出発、次は片田に停まります。本当は小琴温泉という駅もあるんですが、小琴温泉は普通快速のみの停車です。ここからはトンネルが続きます。真っ暗で何も見えないですね。現在時速は約 83km、 トンネルに入ると時速が更新されないので少し遅延が起きますが、トンネルに入っていない時はほぼほぼ正確な時速を出してくれるのがこの時速スピードメーターです。いくつかのトンネルを抜けていきますが、現在時速は 110km に到達したところ、トンネルを抜けてもう間もなく小琴温泉を通過するというところです。こちらが小琴温泉駅、2面4線の高架駅があります。回避もできるようになってですね、そして現在スピードがだいたい126、最高時速130km なんですけども、その130km 手前までかなり飛ばしてきています。またトンネルを抜きまして、まもなくこのトンネルを抜けると片田駅に止まる合図と言ってもいいでしょう。現在126km ほど、そろそろスピード落としてくるかと思います。湖も少し見えてきました。奥には住宅街と田んぼが広がっていますが、その奥には日本最大の湖琵琶湖がそびえています。その奥にちらっと伊吹山なんかも見えるといいんですけど、まだ見えないですね。やっと速度を落としてきて間もなく片田駅です。片田駅も先ほどの小琴温泉同様に福福線ではありませんが、2面4線の駅を構えています。片田駅の近くにはいろいろな商業施設、そんなに大きなものはないですけど、少し市街地になっています。場所でいうとこの辺りです。先ほど言った琵琶湖橋のある辺りになります。この片田からは琵琶湖橋を使って大津市の中心部へ行くことができます。この琵琶湖橋ができるまでは、わざわざこの湖西線とかを利用して、南まで行かないといけなかったんでしょうか、わかりませんが、そうしているうちに片田駅に停車。ちなみにこの新快速電車というのは12両編成で運行されていますが、途中の大見まずまではこの12両で運転することができます。ですが大見まずより、さらに先の方に行くとホームが足りないため、4両での運転になります。ですから行き先の案内にも、大見まずまでは8両、12両編成後ろ8両も
行きます。ですがそれより先は第4両のみが停車するというそういった料金になります。扉が閉まりまして、この片田駅を発車、次の停車駅は大見舞子という駅に止まります。通電車であれば小野、和に、蓬莱、滋賀、比叡と止まって、比叡かな、こちらが分かりません、比叡かなに止まっていくんですけども、この電車は新快速電車、大見舞子駅まで、かっ飛ばします。大見舞子までかっ飛ばすと、それより先は全ての、各駅停車と同じく駅に止まります。小野、和に、蓬莱、滋賀、これなんて読むんだろうね、比叡かな、比叡かな、でしょうね、という駅まではですね飛ばすことができます。今ちょっと焦りましたね。片田を出た後に、次は片田ですと呼ばれました。次は大見舞子に停車すると、停車してくれましたが、大見舞子を出ると北小松、鬼高島、阿戸川、新ヶ崎、大見松と止まっていきます。こっから先は広角館ですが、湖にどんどん迫っていくことになります。片田を出ると急に海岸線がこちら側に迫っていきます。その辺りの駅が小野駅ということになります。道路がこちらの方に急接近してきまして、海岸線も急接近します。琵琶湖湖西線から見るならこの小野駅周辺がいいのかなと思います。そして小野駅を通過、加古川線の小野駅ではありません。対向列車の115系か117系分かりませんが通過していきました。進行方向左側には閑静な住宅街が広がっていますが、今回撮るのを忘れていました。この辺りからどんどん平野部が見えてくるんですけども、その辺りはほとんど畑または民家になってくるようです。この辺りからワニという区域に入ります。このように農地の辺りをずんずんと走っていきまして、進行方向左側には大きな雪のかぶった山を見ることができます。この山が何というのかは、あまり分かりませんが、かなり大きな山です。こちらの辺りは山脈のように、ずらずらと山が、たくさんありまして、森林公園、森のねスキー場なんかもあったりします。ここから高島市にかけてずっと山が左側にそびえ立ちます。この山の向こうには、オバマという場所、例えば若狭町の方、そういうものが見ることができるんですが、こちらの大津市なんかに比べたら、とても小さい場所になります。現在の場所はこんな感じ、見えた山がこんなの、なんて読むんでしょうね。これ走っていると前方に白い山を見ることができます。なかなかこの景色も素敵だなと思いますが、撮影日が3月になってるんですけど、まだ3月でもこのように見ることができるんですよね。3月になっても山の山頂部は雪がかぶっているようです。にしてもやはり綺麗なこの山ですよね。この辺りは少し速度を落としていますが、時間調整でしょうか、全然130キロは出せる場所だと思います。少しカーブがしてきましたので、左側の窓から見ると、本当に絶景です。ぜひここに1回は降りて電車を撮ってみたいものですが、そんな余裕はありません。このまま大道を積までこの電車に乗っていきます。さて進行方向右側を見ていると、海岸線が迫ってきまして、このように海ではないですね、湖を見ることができます。湖という文字の中にも海が入っているから、海と言ってもいいのではないでしょうか。舞子屋から須磨のあたりのね、あの海岸線の付近のあたりを今思い出しましたが、このまま琵琶湖の西側に沿ってずっと北側に行くことになります。またまた進行方向左側、先ほど正面に見えていた山は、もう左側になりました。にしても、すごいでかいですね。この景色を見せるためか分かりませんが、右側には海、湖ですね、海じゃありません、もう湖って言ってもいいんだけどね。右側に湖、そして左側に大きな山が見ることができる、もうまさにこれはね絶景スポットでしょうね。この辺でスピードを落としてきまして、もう間もなくね、大見舞子に止まるのではないかと思うんですけど、まだしばらくあります。まだね通過駅が残っておりますので、次に通過する駅は、この平という駅かな。次は大見舞子という掲示板を見ることができます。今このように通過しているのが平駅でしょうか。車窓から右側を見ていると、すぐそこに海がある、見ることができますが、何度も言ってますが、これは海ではなく湖です。時々海という表現をしてしまう時がありますが、もう海みたいに広いのでね、湖というのを忘れてても、勘弁してください。そして、もう間もなく加速はしてきたんですけど、もう間もなく大見舞子に到着します。大見舞子といってもね、舞子さんがいるわけではないです。大見の国は確かなんですけども、琵琶湖のこの景色を見ることができるような、民宿であったりホテルみたいなのが、この大見舞子駅の近くにはあるそうです。やはり琵琶湖を見ながら、宿泊できるというのは非常にいいスポットだなと思いますので、
その点では本当に最高だなと感じるところでありますが、この琵琶湖見てみると奥の方に小さな小さな島を見ることができます。この島は何というのでしょうか。沖島というそうですね。本当に湖の沖にあるから沖島なんでしょうか。あの沖島は琵琶湖の東側、東海道本線の方面からの方が、アクセスは簡単なようです。向こう側には近江八幡市、そして米原市が見ることができます。この滋賀県の難点というのは、琵琶湖は滋賀県の面積のうちの6分の1とも言われますが、この駅が平だったようです。から先ほど通過した駅は滋賀駅ですね。現在スピードは約126キロ、127キロになりました。向こうの近江八幡市、米原市などを彦根市、長浜市であったりいるのが見ることができます。まあいくら琵琶湖でっかいといっても、湖のねこの大きさっていうのはその辺の海には勝てませんから、車掌さんのアナウンスでもう間もなくお見舞い湖に到着することを知らせてくれます。先ほど言いかけたのですが、滋賀県は6分の1がこの琵琶湖と、面積がね、面積の6分の1が琵琶湖になっているということなので、非常に大きいんですが、この滋賀県の難点というのが、どうしてもこの東と西のこの琵琶湖の挟んだ間のアクセスが非常に悪いんですよね。例えば米原からこの近江高島とか近江舞子とかのあたりですねに行こうと思うと、南まで行って琵琶湖大橋を渡るか、さらに京都の方まで行くか、はたまた近江塩津という場所ですね、北陸本線の駅でいうと近江塩津駅です、その方面に行かないといけないのか、本当に難しいんですよね、この東と西の交通が。そして間もなく到着したのは近江舞子駅です。扉が閉まりまして近江舞子駅を発車。昔東京から大阪方面やってきた東海道を使ってやってきた人たちが米原のあたりまで来るんですけど、米原から今度ですね京都方面にまた東海道というね5つのね道があるんです。中山道とか東海道とか他にもあるんですけど、このうちの東海道がこの京都のあたりまでずっと伸びていたわけなんですけども、この東海道ね、大阪かな、大阪まで伸びてたのかなですけど、この東海道に来るにあたってこの米原からね直接この琵琶湖を渡って京都の方に行きたいと思ってたんですよ。しかしね、やはり大きな湖があって、この湖ですね、こんなちっちゃい湖だと思うかもしれませんが、実は船航行するのは難しくて、昔の技術ではなかなか船でこっち側まで渡ってくることができなかったと、そのね由来からですね、急がば回れというものが生まれ、ことわざが生まれたのもこの琵琶湖の影響でもあります。そしてそろそろお昼ご飯にしましょう。てりたまサンドというものを食べます。あ、言い忘れていましたが、近江舞子の次は北小松駅に停まります。もう間もなく北小松駅に停車。北小松の近くもホテルであったり、なんかね仏様石仏なんか神社があるようです。これは大きな神社なのかはよくわかりませんが、まあなかなか少し小さな集落があるようですが、北小松駅に停車。まだ北小町というところまで来ていますが、琵琶湖の半分のあたりまでも行っていません。大体近江舞子の方まで行かないと、まだまだ琵琶湖を制覇するとは言えないでしょう。もう視界から、右側の視界から見える場所はね、湖ですね。ここで、なんか撮るのも、また美しそうでいいですが。で、そろそろご飯が食べたいのでですね、カメラを置いて、ご飯を食べに取り掛かりたいなと思います。そのように北小松駅を発車。そして小さな集落が見えますが、その奥にまたまた絶景な琵琶湖を見ることができます。そしてちょうど奥に見えている島みたいなのが沖島と、それからですね、だいたい彦根とかな、彦根とか能登川とかね、あの辺の駅が、多分正面に見えてると思います。次は近江高島駅です。滋賀県高島市にあります。ですから近江高島と言います。ここからまたまたトンネルに一瞬入りますが、またまたすぐトンネルに入ります。すごい琵琶湖が綺麗ですね。案内もある通り、後ろより8両が近江今津行き、そして前より4両が敦賀行きです。ちなみにこの湖西線と平行に走っている道路が558号線、この558号線沿いにはキャンプ場であったりとか住宅街、それからですねこの琵琶湖の周辺のリゾート地みたいな感じになってるんですけど、それの
場所であったりもします。また別名161号線とも言うそうですね。ここからは、しばらく161号線と名前を変えて走るようです。放送でもある通りダイヤ改正において、ダイヤ改正前に撮影したものですね。ダイヤ改正においてなんかそういうことが起きると書いております。あ、ちなみに言うの忘れてましたが、今ご飯を食べております。この161号線に沿ってずっとこの電車も走っていきます。途中からは高速道路みたいな位置づけに入ってくるんですが、この辺はまだ下道としてなっていますね。綺麗ですね、やっぱり見てるとすごい綺麗になります。綺麗な感じになってます。またまた大きなトンネルに入りました。トンネルを抜けまして、あまりちょっと逆光というかトンネルに入ってたんで明るさの調整ができてないですけど、もう間もなく近江高島駅です。ちなみにガサゴソ言ってるのは、撮影時の時にですね、このカメラの反対側で、ノーノーと、あれですね、サンドイッチを食べてました。そこはご了承願います。そして先ほど言ってた161号線のことなんですが、琵琶湖西縦貫道路とも呼ばれています。この琵琶湖西縦貫道路はずっと続いてですね、この福井県の敦賀駅のあたりまであることになります。近江高島駅に停車、近江高島を出ると次は阿戸川、そして新朝日と、高島市の中をずっと通っていきます。高島市はね、結構大きめのね、あの面積を誇る場所だとは思ってるんですけども、やっぱりね、畑なんかが重要なあれになってましてね、原則割合になってまして、本当に畑とかが多い印象を受けます。この辺りから市街地というものに入ってくるんですけども、住宅街はバラバラになっていますね。密集して住宅があるというのは、この駅の近くであったりとか、そういう場合のみですね。本当に裏でサンドイッチを食べているので、もぐもぐ声が聞こえますが、それは本当にご了承もらいます。お昼時でね、本当にお腹が空いてたので、ね、そうこうしているうちに近江高島駅を発車です。次は阿戸川駅に停車します。安い雲の川と書いて阿戸川。阿戸川駅は2面4線のホームを誇ります。また貨物電車などが待機するのもこの阿戸川駅と言ってもいいでしょう。はい、ご飯を食べおりまして、現在速は 121km、 阿戸川、そして新朝日、近江間津、近江中庄、牧野、長原、そして今回の旅の目的地である近江塩津駅までこの電車に乗っていきます。多分奥に見えてるあれが伊吹山だと思いますね。伊吹山では、世界で一番積もった場所、雪が積もったっていうと北海道とかまたシベリアとか、せめてはね、またなんかグリーンランドとかね、よくわかんないですけど、あの辺のなんかすごい雪が降りそうなとこ、アイスランドとかね、雪が降りそうなとこのイメージあるんですけど、実は滋賀県の伊吹山の観測点が11メートルぐらいの、積雪を誇っていて、それが今でもギネス世界記録、世界一の積雪量になっています。そして阿戸川駅に停車、まあ、またあっち方面の山の話はね、またいつかすると思うので、あんまり触れないでおきましょう。阿戸川駅に停車します。一回阿戸川駅で一回降りたことあるんですけどね、阿戸川駅のこの降りたところにある通りですね、東西にある通りがあるんですけど、その通りがね、ウエモンさん通りとかいう名前でね、見た時を笑いそうになりました。ウエモンさんというね、この辺の地名が関係しているのかよくわかりません。とりあえず、与右衛門参道という名前だそうです。正直なところ、阿戸川駅の付近にはそんなに住宅街もあんまりないし、まあ、建物とかね、なんか面白い建物があるわけでもないので、降りることはあまりお勧めしません。まあ、多少の食べるとこぐらいならね、ちょっと歩いたらあるかもしれませんが。そして、阿戸川駅を発車。次は新朝日駅に停車します。阿戸川駅はですね、与右衛門参道とかいうものがあるんですけど、今度新朝日駅の、出てね、南側にはね、マロニエ通りっていうものがありまして、これもまた面白いですよ。名前だけですけど、見たらただの道路です。新朝日という名前ですから、どっか旭川とか北海道の辺りにあるのかなと思いますが、全くそうではなく、でもしかしこの辺りは雪が降るところでもあります。別に旭ビールとかそういうのは全く関係ありません。この新朝日の辺りまでしばらく琵琶湖とはちょっとかけ離れた場所で、阿戸川と新朝日の間ぐらいをずーっと東側に行くとですね、滋賀県立琵琶湖子供の国というのがありまして、そんなに面白いところではありませんが、こう自然あふれる、公園みたいなのがあるので、でっかい滑り台があることでちょっと有名になったりもしてます。
お子様連れで遊びに行くにはもってこいかもしれません。まあ絶対車の方がいいと思いますけどね。電車で行くのはあまりおすすめしないです。ものすごい距離を歩くことになりますからね。そして次の新朝日を出るともう大沼津とそういった形になります。もう間もなく新朝日駅です。今ちょうどマロニエ通りというところを通過したぐらいでしょうか。本当に不思議なんですよね。別にマロニーとかそういうのではないですよ。何のことは言ってませんけど、新朝日駅もやっぱり五星線らしくですね、2面2線ですが、真ん中のあたりだけちょっと屋根があって、それ以外はずっと野ざらしになっています。雪とか降ったらどうするんでしょうかね。車掌さんもこれ確認するのが大変そうです。新朝日駅に停車、奥からは普通電車、これは近江今津初かな。これ京都行きの五星線の電車です。普通電車は基本こういった国鉄型の電車が使われることが多いです。全て4両編成、多くても8両編成以内には収まっています。停車時間も短く、新朝日駅を発車、このまま湖西線北上してきまして、次は少し大きな駅、近江今津駅です。近江今津駅でね、面白いものが見ることができますので、ホームの、ちょっとね行きたいので、そろそろねこの発車してしばらくしたら僕も連結部のあたりまで行きたいなと思います。ですから4両編成ぐらい後ろですね、行きたいと思います。まあもう関西の皆さんなら絶対知ってると思うんですけども、アナウンスをよく聞いてください。では近江今津というアナウンス。少しずつ後ろの方に移動していきましょう。今いる場所が一番前の号車、12号車です。一番後ろから1号車、2号車と、一番前の車両が12号車です。扉を開けて今度は11号車、1両20メートルあるところを順番に4両編成分後ろに行くわけですから、 20×4 で80メートル、100メートル走まではないですが、少し歩くのにも時間がかかります。今度は10号車、そしてまた 20m 歩いて今度9号車に行きます。電車も新快速電車の9号車と後ろ1号車にはトイレが準備されています。ここからアナウンスに注目ですね。まずに停車すると言っています。先ほども言ったように、前より4両が長外駅、そして後ろより8両は近江今津止まりになりますので、近江今津で切り離しを行うことになります。今ちょうど連結部にいますが、これの反対側の編成ですね、向こう側の編成は近江今津で切り離しをして、バイバイとはそういうことです。この切り離し作業と連結作業というのは、大体近江今津駅か滋賀県のまた湖の東側、米原駅で行われます。たまに朝の時間帯だからと京都駅で切り離し、また接続後ね連結をやっている場合がありますが、近江今津駅にまもなく停車。近江今津駅は約10分ほどかなの停車時間がありますので、ちょっと降りて見てみようかなと思います。そしてこの近江今津で止まっている間に、後続のサンダーバード号、北陸方面に行く金沢とかですねに行く特急電車の通過待ちも同時に行います。その、ね、通過する様子も見れたなと思いました。さて降りてやってきました。するとね、係員さんなんかがねたくさんいまして、反対側とかこっち側にいろんなね乗務員さんのこう確認作業とか安全のいろいろな作業を、するわけですよ。昔の機関車ほど実際に下に降りてなんか管を繋いだりとか、そういうめんどくさいことはしなくていいんですが、やはり解決、解除の解に結合の結、解決するにはいろいろな作業が必要になってきます。また、電気系統の分離とか、空気ブレーキとか、そういうブレーキ関連のものだったり、そういうのがまた、編成ごとに変えていますので、それを外す作業とかですかね。それから反対側の運転手さんにちょっと引いてもらおうとか、そういういろんな、作業があるわけです。その作業を今行ってくれているのがこの近江今津駅です。これが約30分かな、45分かなに1回ぐらいねやっているそうですから、本当に尊敬です。ここは近江今津駅。同じくねこの解決作業を取っている方がもう一人いましたが、やはりこの解決作業というのはいつ見ても面白いものです。また連結するのももっと面白いかなと思うので、今度連結する様子もいつか教えれたら見せて
ただければなと思います。今地図で言いましたが、だいたい琵琶湖の真ん中よりちょっと上らへん、本当に人が誰もいないと、そういう感じですね。自販機ぐらいはありますが、こちら側に止まっていて、電光掲示板をよく見ると通過という文字があります。その一個下に新快速の敦賀行きの表示が書いてありますので、通過が先になるということです。これは高速のサンダーバード号の対比のためにも止まるわけで、10分ほど停車します。そのサンダーバード号の通過もね、見えたらなと思います。このように見てみると緑色と赤色の旗を振っている人がいまして、今このように、列車が分離されました。すごいですね。こんな感じに、分離されるわけです。これでもう別々の車両になりました。後ろに繋いでいたのは223系の千番台の列車です。こちらの場所は A 新快速姫路行きという表記になっていました。 A 姫路行きですから、ここから姫路行きとして、後から反対方面にやってくる列車と結合してまた発車していくわけです。敦賀からやってきたまた新快速電車とつなげる、非常にこれをダイヤを組むのはね、難しいのかなと思うんですけど、これをうまくやってるのがこの近江今津駅、非常に面白いです。もうまもなくね、サンダーバードの通過も見ることができると思いますが、後ろより8両がここでおさらばです。新快速姫路行き、ここには矢印マークも残っています。接近チャイムが聞こえまして、カメラを回すと、奥からやってくるのはサンダーバード号です。約130キロぐらいはね、出てるのかな、もしかしたら100キロとか110ぐらいなのかもしれませんが、非常に速いスピードで急接近してきますね、あの列車。ここでは JR 西日本の標準接近メロディーを聞くことができます。加古川線とか谷川とかね、あの辺でも聞くことができましたが、非常にこれは多くの場所で使われています。さて、白い 車体が特徴のサンダーバード号、少し時速は遅いのかなと思いますが、やはり風圧がすごいやってきますね。体がふっと持ってかれる感じでしょうか。そんなには持ってかれませんが。そして新快速電車、前より4両に乗車していきます。一番、8両後ろにつないでいたのは W6 編成8両編成です。まもなく電車もこの近江今津駅を発車します。発車ブザーが鳴りまして、後ろ側に連結していた W6 編成ともここでお別れです。新快速姫路行き、これでこの電車は4両編成で運行していることになりました。この近江今津を出ると、次に止まる駅は近江中庄駅です。ポイントの関係で少しスピードは抑えてありますが、早くもあの列車とはお別れです。終点敦賀には15時15分に停車すると、わざわざご案内もしてくれました。次は近江中庄に停車します。では前の方にまた移動していきたいなと思います。向こうにはね、やはりさっきよりは雪深くなった山々が見ることがある。何山かは知りませんが、さてさて前の方に移動していきましょう。今現在、9号車にいましたが、もうこれは1号車といっても過言ではありません。こちらが2号車、一番先頭の号車までやってきました。このように走っていると、前方には大きな雪の見える山々が、そしてこちら側にも山を見ることができます。左側を見てみましょう。左側もね、山、雪の深い山が見えるんですけども、だいぶ溶けてるんだろうね。まだまだ積もっていますが、気温も少しこちらに行くにつれて寒くなっているはずです。そうこうしているうちに、もう間もなく近江中庄駅に停車。近江中庄を停車するとき、進行方向左側に少しした集落を見ることができます。もっぱら右側の海岸線に沿って走る道路の周辺に集落ができて、またこの JR 湖西線の一つの駅ごとに小さな集落ができていると、そういった感じになってますね。ではもう疲れてきたので、また椅子に座りましょう。近江中庄からはホームがとっても短くなります。近江中庄駅は出口が前寄りなので、この1号車から待ちました4号車ですね、4号車から降りる方も少しいました。近江中庄駅ですが、もうここからは4両編成しか対応しない駅になってきます。8両はね、多分止まれないと思いますよ。ですから湖西線の近江ショーツまで乗り入れる普通電車とかも、全て4両以内で走ることになります。ですがサンダーバード号などは12両編成でもこういう駅は飛ばしていきますので、次の近江ショーツであったり敦賀であったりするまでは、
絶対に止まる必要はないということです。こんな時間もほどなく大見中署駅を発車。大見中署を出ると次に止まる駅はカタカナで牧野という駅です。本当にカタカナで牧野と呼びます。オートターミナルとかそういう名前じゃあるまいし、牧野ってカタカナで書くのはなかなか面白いな地名だなと思うんですけども、周辺の場所も牧野郵便局であったり蕎麦屋さんも牧野駅前店カタカナが多い地区です。ちなみにこの牧野という、ね、地名は結構でかくて、この左側山方面山のあるところに牧野高原で牧野白谷温泉かなみたいなのもあります。牧野という地名は相当この辺では浸透しているそうです。ですから電車の名前として後でつけたとかいう人ではなさそうです。左側に大きな雪の深い山々が見えます。先ほど見えてた山々に突っ込むのではなく、進行方向牧野に向けて少し東に、進路を振ってですね、この山から少し遠ざけるというのでしょうか、やはり海岸線に沿って走っていきます。この牧野を出ると、もうすぐにですね、琵琶湖の最北端のあたりに、通過することになるんですけどね、ここからしばらく山景色が続きます。こちら側には琵琶湖を少し奥に見ることができますが、この辺も琵琶湖のもう北側になります。会津大崎かなっていうような岬もあったりしますが、まもなく停車する駅は牧野駅です。こちらも4両編成のみの対応、降りても特に何もありません。少し食べるとこであったり専門店なのがあるような感じですが、焼肉屋さんなんかもあるそうですね。 Google マップで見てみると、この辺からは本当に山道に入っていきます。牧野を出ると長原、そして今回目指すは大見松津駅に到着します。今対向に止まっているこの新快速電車は姫路行き、この電車が先ほど分離した先ほど後ろ8両と大見松で増結してまた姫路方面に至るということになります。ですからこの前側4両の方が重労働をしているということになるんですね。まあしかし長距離を走るよりもシャトルランの方が辛いなということも皆さんあるでしょうから、やはり短い区間大見松から姫路の間をずっと往復する8両編成の方が辛いはずです。それは列車には感情はないのでよくわかりませんが、そういう方をしているうちに松野駅ももう間もなく発車、長原大見松津とあと残すは2駅のみです。この辺も確か大見高島のあたりからずっと高島市になるのかなと思います。でこの辺では、もう雪も溶けてきてね、ういういしてるような感じですが、この辺からねやはり雪の積もっているところがちらほら見えてきます。次は長原駅です。長原駅に着くとあっと驚くような光景が待っているでしょう。ちなみにこの辺りは雪がちらほら溶けない程度に積もっている感じ、もうこれも今この投稿している時にはきっと雪は溶けているでしょう。短いトンネルもありますが、ここからはまたまたトンネルに入ることになるでしょう。一つトンネルを抜けるだけで雪がザーッと降っているのがよくわかります。まだこれだけじゃないですね。次のね、峠みたいなのがあるんですけど、その峠を越えると本当に雪景色になってきます。本当に撮影した時はね、まだ雪残ってんのかみたいな感じでびっくりしたんですけども、ここからは長い長いトンネルに入っていきます。といっても、すごい長いトンネルというわけではありません。もうすぐに出口が見えてくる程度のトンネルです。このトンネルを抜けてしばらくすると、もう長原駅に停車しますから、この長いトンネルに入れば、長原駅到着の合図と言ってもいいでしょう。トンネルに入っているうちに今もう間もなく長原駅と言います。右側にはこのように一面の雪景色が広がってきます。もう真っ白ですよね。トンネルを抜けるとそこは雪国であったという川端康成のね、小説でしたっけのように、もうダッシュ車なんかも見ることができます。長原駅もこの通り除雪されてない場所は雪がまだ残っています。もう今頃は溶けているとは思いますが、それにしてもすごい積もり具合ですね。まもなく長原駅に停車。本当にこの雪を見た時はすげえなーってちょっと興奮してしまいましたが、この長原駅、先ほど言った大見松で牧野駅とかよりは少し大きめの駅になります。多分6両ぐらい止めれるんじゃないかなと思うんですけども、いや本当にねこの雪が降っていますね。まあ、豪雪帯というわけでもあって、あのね近くにいたあの人もねなんかパシャってこう写真を撮っておりましたが、いや本当に雪がね出てきてびっくりしたんでしょうか。そんなことを目に留めずにもう間もなく小杉線発車、長原駅を発車します。先ほどまでは雪の一つも見当たらなかった場所なんですけど、だんだん雪が積もっているのが見え始めて、このトンネルを抜けるとでもがっつり雪が降っていると、山一つ越えるだけでまた面白い光景を見ることができます。ここからもね、また
近江招致に向けて山ばっかりになりますので、あまり面白くはないと思います。猪本とか、米原方面お越しのお客様は次近江招致でお乗り換えという案内が出ています。このままサンダーバードなんかに乗る人は近江招致を越えて敦賀という駅まで行きますが、今回僕の最終目的地は近江招致駅です。ですからこの電車も近江招致でお別れです。次の駅ですね。反対側のサンダーバード号も見ることができました。またここから少し長めのトンネルにも入ってくることになります。都市線は比較的新しい路線、東海道本線に比べれば新しめの路線なので、直線区間が多いところにもなります。まあ、ただし山とかの関係でね、少し曲がってるところはありますね、道とかの関係で。あと見ていくと、でもほとんど山でも最新技術とかがある今の時代ですから、そのままぶった切っていくような感じになります。そしてトンネルを出るとですね、まだ出ないか、まだしばらくトンネルが続きます。このように前後に前照灯というものがついていまして、トンネル内ではやっぱり前は見えるように作られているんだなというのを、隅々に考えさせられますが、いよいよトンネルの出口が見えてきました。トンネルを出てちょっと眩しいですが、右側には琵琶湖西縦貫道路、高島の辺りでも言いましたが琵琶湖西縦貫道路、この辺も雪が少し降っていますが、降っているのが積もっていますね。そして今見えたお墓とかがねある場所があるんですけど、その先この辺りですね、実はこの辺り古墳があるようです。進行方向右側、山が山みたいな緑のあるところがあるんですけど、この辺りになんかね丸山古墳群1、2、5墳とか書いてあるので、まあ昔のね王族とかの人たちが、亡くなってここに埋め立てられた跡なんでしょう。ここからは高架区間に入りまして、しばらく、高いスピードのまま近江招致駅に入れることになります。まあでも言うてスピード落としてきたからあんまり変わりませんね。そして奥にちょろっと見えているのがこの北陸本線になります。北陸本線は一応伏線なので、次の近江塩津駅までは伏線で来ますから見ることができますが、この北陸本線ずっと北上していくと敦賀とかに至るわけです。この近江塩津を出てから新引田、そして敦賀間が少し長い区間になりますが、さてさてやってきました近江塩津駅です。左側にも棚田みたいなところにたくさんの雪が積もっています。棚田じゃないな、この分岐を右に曲がりまして、少々揺れるというのはこれのことだったんでしょうか。1番右側のホームのところにつけます。そして近江招致に到着すると、よく見てみると、おやおや、ホームの反対側に電車が止まってるではありませんが、まだね拡大しないと分かりにくいと思うんですけど、ラッセル車なんかがある倉庫の左側ですね、ホームの向かい側にですね止まっている電車、こちらが近江塩津発姫路方面に行く新快速電車です。後でねこちらの方も乗っていこうと思うんですけども、こちらの方はねまた後日いつかの動画で出しましょう。ということで、ここ近江塩津まで乗ってまいりました。僕もここで降車降ります。はい、降りたらねやっぱりね少し寒かった印象があります。こちらが新快速、ご推薦からやってきた新快速電車です。扉が閉まってここまでね約1時間ぐらいかな、京都から1時間ぐらい琵琶湖の西側を走ってきました。やはり東海道本線よりは早く京都からここまでアクセスすることができるようです。その影響でサンダーバード号などもこちら側を通るということになっています。ではね、この辺りまでご視聴ありがとうございました。今回はこの湖西線を通って旅をするというお話でした。ここでね、ご視聴ありがとうございました。雪が少し残っていますね、ザクザクしていました、ちょっと固めでしたね。ということで、またいつか次回の動画でお会いしましょう。